1, 2, 3. サラサラだった頃にようやく手に入れた安物のエレキギター。
た RC サクセションのトランジスタラジオが鳴ってみたけど気が高すぎて歌えなかった。ビートルズなんて聞いてんのかよ、ダセーな。スタンズのサムガルズなんてやって、たかしくんが言うからそうだね、やっぱキスだよなって僕も答えたんだけど、本当は財津和夫が好きだった。だから今夜だけは君を会ってみたい。ああ明日の今ならば僕は汽車の中、遠近ギターを落下するジャックにぶち込んで、平凡な音に背中が濡れていたな。ディストーションなんてものがあるとは知らなかったけど、頭の中はじんじんしびれていた。お腹もペコペコに減ってたな。高3の春、進路指導の小池先生に話をしたんだ。大いな夢を持つことはいいことだって言ってくれたんだけど、今は現実と向き合う時なんてないのかな。だってさ、たかが17、18の毛が生えたガキどもに現実なんて見えやしないぜ。これから始まるんだろう。手を振るおふくろを上から黙って眺めながら、雪が残るこの街を後にした。東京に出てきて3ヶ月が経った頃に、2つ年上の翔ちゃんに甘えた声を出されて、初めてのキスをしたのは下高井戸の雰囲気。酒を覚え始めたばかりの童貞の夜、ポール・マッカートニーは今でもピンピンしてるっていうのに、俺のレスポールはもうずっと弦を変えちゃいない。俺がすることといえばいつもの土手を走るか、港を出て行くフェリーを眺めながら、港町エレジーをボソボソと歌うだけさ。頭の中がシーンとしてきた。そろそろ飯の時間だね。おうちがおさぼる